ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、明日に道を聞けば夕べにシストもかなり。真理、道徳を追求していくことの大切さ、尊さを説いた言葉。論語にある孔子の言葉です。ここで言う道とは、人の在り方、どう生きるべきかを意味しています。つまり、朝に人として正しく生きる道を聞くことができたなら、たとえその日の夕方に死んだとしても、少しも悔いることはない。まさに道を追求していくことの大切さと、それにかける飽くことのない情熱を表した、孔子の残した最も偉大な言葉と言えます。一説によると、死を目前にした孔子が弟子たちに対して、死ぬことを気にするよりも人生の生き方を学ぶことの方が大切であると説いた言葉とされています。人は生まれ、そして死んでいく。その過程で、嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、悔しいこと、いろいろな体験をしていくわ。そして時には欲望に流されてしまい、人の道を踏み外すことだってあるかもしれない。そういった人生の経験を単に受け流して生きていくのではなく、人はどうあるべきか、どう生きていくべきかを考えることが大事なんだと。そして人生とは、そういった悟りを得ることが目的であり、死ぬまでその道を探求し続けることが本質なんだと言っているんだよね。でも、未だかつてそんな悟りを得た人なんているのかしら。孔子も死の間際、このような言葉を残したということは、きっとまだまだ悟りきれずに命が尽きていくことへの悔しさもあったんじゃないかしら。そんな悲壮感も含まれる、なんだかずしりと重い言葉と言えるよね。孔子は心の奥底から道を探し続けて、そして儒教を作り上げた。今もなお全世界に絶大な影響を与えているなんて、改めてすごい人だったと思い知らされるわね。同じような言葉で世界の偉人が残した名言を紹介するわ。Not life, but good life, is to be chiefly valued. 大切なのは単に生きることではなく、よく生きることである。今日のチェックポイント。Not A, but B. A ではなく B。Life. 人生。生涯。Chiefly. 主として。まず第一に、value 〇〇を高く評価する、尊重する。古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉です。金銭欲や出世欲、名誉欲など、そういった俗世の欲望を捨てて、勇気や正義の心を持って人として正しく誠実に生きることの大切さを説いているんだよね。正しい生き方をしているのかなんて問われても、そんな簡単には答えなんて出ないよね。きっと何年も何十年も考えて、それでも悟りを得ることのないまま死んでしまうかもしれない。でも、アリサは追い求めるわ。その道を極めたスーパーガールを目指すのよ。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!